ご視聴ありがとうございます。アグニドケンカブトムシ坊主です。はい、今日はですね、こちらの、なんだろう、掘り出しかな、それとも餌替えかな。やっていきます。赤レギウスですね。どうなんだろう。ちょっと食根、だいぶ出てて、餌替えしてあげます。さあ、どのぐらい大きくなってるんでしょうか。どこにいるか分かんないからね、慎重に掘り出しないとね。さあ、出ておいで。さあ、出ておいで。そろそろ出てくるかな。まだいないか。あ、ちょっと待って、今黒いのが見えた。今黒いのが見えたぞ。もしや羽化してる感じ、羽化してる感じだ。あら、羽化してた。メスですね。やりましたね。ちょっと手袋あった。赤レギウス、赤い、赤いですね。ちょっと動画では分かりにくいと思うんですけど、この辺がね、赤いですね。羽化したてだから赤いとか、赤いですね。これがあと3ヶ月後ぐらいでもこの色だったらすごいですね。綺麗ですね。さすが赤レギウスって言われてるだけありますね。で、ホワイトはいけそうなんですけど、見る感じブラックですね。ちょっと若干グレーっぽい。まあ遺伝子はありますね。だから今後あの類代続けていくとね、白目が出てくると思います。いや、楽しみですね。それにしてもかっこいい。でタランドスのメスとめっちゃ似てるんでね、逃げ出さないように管理しないといけない。はい、よかった。まあ赤いからね、多分見分けはつくと思うんですけど。それにしてもめっちゃ光ってる。さすがタランドス。タランドスじゃない、レギウス。レギウスもタランドスもなんか似たような感じなんですけど、さすがですね。いや、よかったです。はい、ということですね。今回の動画は掘り出しでしたね。タランドス、あ、レギウスの掘り出し動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と評価の方もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょうね。グッバイ。